野崎チャンネル、ジョン。こんにちは。今日はですね、はい、超ロングセラー企画、野球あるある。野球ある、結構やりましたよ、昔から。まだあるんですよ。あります、よく思いつきますね。いや、今回のあるあるは、はい、皆さんが野球を見る上での知識と楽しさが一枚上手になってますっていう、最高に野球あるある話です。へえ、まだそんないいあるある残ってましたか、浜田さん。はい。へえ。俺はもう感性だけで生きてるから、はい、考えつくのよ、パッて。へえ、いいかもっていう、はい、じゃあ今回ね、はい、まず皆さんこういうのを覚えてて試合見るとね、より楽しくなるよっていうところでの野球あるある、はい、まず一つ目、うん、足の速いランナーの時バッテリーは初球変化球使いがち、あるある。へえそうなんですか。やっぱり、うん、足速いランナーの時、はい、変化球行きにくいじゃないですか、はい、変化球の方がやっぱりこの来るとこ遅くなるから、うん、その盗塁されるリスクが高くなるわけだよね、はい、やっぱストレートの方が下がるから、はい、ストレート行きたいわけよね、うん、でもアホみたいにストレートばっかり行ったら打たれるじゃんね。まあランナーいるからじゃあストレートで来るかなってバッターも思っちゃいますもんね、うん、で、うん、でも盗塁って初球走るのって難しいじゃん、はい、いきなり用意どんで、うん、だからみんな、いや一発目から走ってバッター助けましたねとかね、うん、いや初球から走れていいですねって言うわけじゃないですか、はい、それぐらい初球走るの難しいのよ。でバッテリーも初球からストレート行っちゃうともう変化球行くタイミングがどんどんなくなってくるわけよ、はい、だから初球変化球行きがちだね。あー、なるほど、そうなの。先に変化球使っとくんですね。そう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 。あー、なるほどなるほど。これもね、はい、あるあるなんですよ。確かにある、そう考えるとあるあるですね。そう、うん、でそんなランナーもどんなにダイソーとか出てきても、はい、初球から走ってくれればいいけど、うん、初球からそんななかなか走ってこないし、はい、変化球行っときたいから、はい、初球変化球で、ね、結構な確率であるあるんですよ、うん、だから足の速いランナーは初球走れたら走った方がいいよね。そうですね、うん、変化球来る可能性高いですね。そうそうそう、うん、それ一番行きやすいからね、はい、バッテリーも、うん、これ勉強になるでしょ。そうですね、だからランナーも勇気ですね、うん、初球から行く勇気っていう。そう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 、うん、でもそこがなかなかやっぱり一発目で用意ドンって本当に難しいからね、はい、ランナーも、うん、だからそこを見据えて初球、もし左バッターだったら右ピッチャーで外スラとかでカウント取ったりで、うん、万が一走られても投げやすそうみたいなね、はい、なるほど。あと一番最初にあえてカーブからいっとこうみたいな、あとで投げづらいしみたいな、はい、一番遅い球とかそう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 。でこれは本当にね、何気にねあるあるです。へえ、そうなんですね。だからよく見とくとね、うん、初球変化球からよく入るんだって思うんですよ、はい、足速いランナーの時よ、うん、足遅いとか話別よ、俺とかがランナーの時は話別よ、誰もかん気にしてくれてないからね。変化球のストレートもいいやん、ね、関係ないからランナー見てないからね、はい、あ、じゃあちょっとそこ注目してみてみます。そうそう、だから楽天だと西川ランナーいる時とか、はい、ダイソー出てきた時とか出てきたとかで初球変化球行きがち、はい、見てみよう。まっすぐ行くともうずっとまっすぐになるから、はい、もう変化球投げられないですね、タイミングがなくなるから、ね、うん、そういった意味では初球やっぱ変化球多いっていう、ね、はい、で続いて2つ目です。ホームランとか長打打たれた次の打席初球打たれた球を選択する、あるあるです、はい、そうなんですか、はい、打たれたのに前の打席で、うん、もう打ったから同じのけえへんだろって思うでしょ。あ、1打席目インコースガーンホームラン打ちました、はい、2打席目の初球インコース来るって思う、打ったのに。そっか、そうですね。打たれてるからもうここは投げてこないだろうって思うんですね。そしたら次変化球ちゃうかとか、はい、入りは、うん、って思ってもう1回打たれた球から行くと結構カウント取りたいする。ああ、そういうことか。1打席目、はい、カーブガーン、うん、ホームラン打ちました、うん、2打席目初球からもう1回カーブ来ると思う。いや、そうですね。確かに。だからそこに強打者とかが、はい、まあ、ヒットでもいいんだけど、うん、打った球を次の打席初球に使いがちって。でもこれバッテリーは怖くないですか、打たれた球をもう一回使うっていう。もうだからそういう狙ってないっていう、まあ、狙ってないだろうっていう、うん、でもここでね一つ問題がある、はい、このバッターは賢いのか天性の感覚だけでやってるのかを理解しなきゃいけない。なるほどなるほどなるほど。賢いやつっていうのは、はい、やっぱりそういうのを、うん、これが来たから次こっちちゃうかとかね考えて打席に入る人っていうのは、うん、バッテリーのリードまで考えてる人とかっていうのは、うん、そういうのが通用しやすいと、はい、でも表現あるよ、はい、おばかさんは感覚だけでやってるから、はい、インコースガーボンホームラン打ちました、よし打ったから狙ってんやろ、もう一回インコースガーボン打つからね。もう体で対応していくわけですね。また来たーって。そうそう、もうその相手のことを考えて来た球打ちまーすみたいな感じのやつは通用しないから、このバッターがどういうタイプなのかを理解してやんないと意味ない。そこまで把握しないといけないですね。そうそう、下手したら裏の裏は表だったみたいなね、うん、ことになるから、うん、バッターのその体質にも本当何も考えてないようなやつは、はい、そんなことしても何も考えてないんだから、はい、通用しないんだよ。そうですね、うん、でもやっぱり二分するんですか、知能派筋肉派みたいな。まあまあ基本的には感性派と理論派に分かれるから、はい、まあ、理論を持ってやってる人と感覚だけでやってる人って大きく分かれるから、はい、その感覚だけでやってる人っていうのは、はい、こんな理論なこと言われても分かりませんみたいな。来た球打ちまーす
てインコースガーホームラン打ってよしよしいいぜっつって、こっちはよしよし1打席目なお前インコース打ったから次変化球来ると思ってるやろ、だからそこもう一回あえて初球インコースから入るよっつって、いただきますって打つから知性派ですか。俺はやっぱ考えるからね。考えますよね。そう、配球とかね。うん、だからそういうのでね失敗しがちね。へ、だからまあ現役時代言うとマッチね。うん、マッチどっちかっていうと感覚派だから。はい、来た球打つみたいな。うん、それはもうインコース行ってホームランとかってもう一回インコース行ったらもう一回打つよ。はい、そうですね。うん、あと稲葉さんとかは考えるから。だからそういった時にはこういろいろそうやってすると簡単に見逃したりする。柳田選手とかどっちなんですかね。ギーダー感覚派じゃない。感覚ですかね、やっぱり。来て打てる球打てる。そう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 。どっちがいいとか悪いとかじゃないからね。はい、それどっちのタイプかっていうところで、うんうん、そういったところはその選手の特徴を理解しないとダメだね。うわ、なんか表とかにして地平派、感覚派でこうやって分けたいです。で俺が思ってるのと本人が思ってるのも違う可能性もあるから、ね。まあそうですね。うん、俺の感覚だけだからね、はい。でも基本的にそういうのも面白いよ。はい、そう見ててもね、打った球をもう一回次使うみたいな。打った球覚えといて、じゃあ次どう来るかなっていうのはね。そう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 。見とくと、うん、面白いと思う。うん、はい、で続いて、はい、ツーストライク後、うん、1球アウトコースに外す。おお、よく見ますね。もう全く意味ないのにね。はい。そのなんか前も言ってましたね。なんか全然意味ないでよって、ね、そうそう。これもあるまだまだまだあるのよ。誰のためにやってんだよっていう。あれなんかこの間日本ハムの加藤投手が、うん、そういう無駄な球を一切使わないでやるのは、うん、球数すごい少なく終わって、うんうんうん、どうなのかみたいな一瞬議論ありましたね。いいじゃんそれで。はい。だって意味ないんだから。それだったらもう申告ワンボール欲しいよね。そのぐらい意味ないんですか。うん、でもそれが意味ないって言われるけど、はい、ツーストから打たれたら怒られるからちって高めに相手外すみたいなのもあるけどね。一球外、うん、横に外しにくいから上みたいな。へえ、まあまあでもよく見ますよね。うん、でもこれはもうね、うん、早く撲滅された方がいいね。ああそうですか。このツーストライクから打たれたらダメやみたいなもう論調はね、うん、一番野球界にとっていらないね。だってわざと一球ボールにしてどうすんねんっていうね。まあカウントも一つ悪くしてるのもんですもんね。うん、それだったら低めにワンパン変化球投げとく方が万が一掘るかもしれないし。ああそっか。見逃したら見逃したで、はい、別にそのタイミング取ってどっちかいけるか分かんないから、はいボールみたいな外してても意味ないから、ね。まあ本当無駄だもんですよね。うん、そうそうそう、うん。でもこれがまだね、うん、あるのよ。某球団は。球団でだってその監督がそれが嫌いだったらボールにしなきゃいけないじゃん。あ、そっか。監督の方針によるからね。そうですね。うん、監督がじゃあ俺みたいにそんなのお前なんでやってんだ、もう意味あんのかって言ったらできないじゃん。はい。でも監督がストライクから何打たれてんだお前って言い出したらもうやるしかないじゃんって。そうですね。そうか、だから球団によるのか。そう、だから球団によるんだよ。あ、まあ、キャッチャーによるパターンもあるけどね、うん、もうなんか癖でそうなってるみたいな、ね、そういうリードに癖がついてるって、うん、そうなってるっていうところもあるけども、うんうん、はい、でもまあそういうのは撲滅した方がいいね。そうなんでしょうね。うん、あと最近のニュースで言うとファーストに張り切ってヘッドスライディングしたら怪我しがちあるあるみたいなね、うん、ともやめた方がいいよヘッドスライディングは。ファーストはついこの間ね、はい、ありますね。だってさ、そんな目先の一勝をそらね10点なんとかみたいな中日対巨人の、はい、勝った方が優勝で、うん、立浪さんがヘッドスライディングしていく方やったとかね、はい、あるけど、うん、あれは今日勝った優勝だったら、まあ、まあそれは負傷の欠場じゃないけども、うん、やる価値あると思うけど、はい、そんなん今ぐらいのたかが一勝のためによ、うん、その1年シーズン下手したら棒に振ったりよ、その後の野球人生棒に振るよ、意味ある？そのためにその1点もぎ取りに行くの。いやまあそりゃそうなんですけど、気持ちが前出ちゃうんでしょうねやっぱり、ね、だからヘッドスライディングが気持ち出てるっていう日本人大好きだよね。それやめた方がいいな、その価値観。ヘッドスライディングはやる気あるみたいな価値観やめた方がいい。まあそうなんですけど、もうホームはねヘッドスライディングの方がいいけど、はい、あれベースが立ってないじゃん、だから怪我しないけど、はい、あれファーストがベースが平らだったら俺はヘッドいいと思うよ。でも、まあ、それ立ってる分怪我するわけじゃん、うん、ね、それを怪我して一生棒に振るためにたかが一生犠牲にする必要あんの体をっていう、まあ、怪我しないが一番ですからね。そうそう、だからもうファーストヘッドスライディングはしちゃダメよ、一生棒に振るよ、本当に勝ちないよ。怪我じゃないことを祈りますね。え、まだ今ちょっとニュースがまだ見てないからどこわかんないけどね、この動画がいつ出るかわかんないけどね、いつの話やったりしますよね。そうそうそう、なるけどね、うん、だからもうそれはやめた方がいいね、はい、あるあるだ。もうほんとみんなヘッドスライディングしてみんな怪我するからね、うん、去年の吉川とかもそうだし。あ、そうでしたね。毎年何人怪我してんやって言うんで、この前の大田大使も、はい、膝かなんかヘッドスライディングして、うん、まあその後重症になんなかったから、うん、よかったけども怪我してんだから、もう1例で何人ファーストヘッドスライディング怪我してんねん、うん、ね、もう悪だよあんなの。はい、ここが選手心配ですよ、ねえ、はい、でもこれがもし2023年に出てたらいつの話ですかみたいな。この方今元気に試合してます2022年の、5月の、まあ、序盤ですかねの試合です。まあね、これはあるあるですからね、はい、皆さんね、うん、それをまた見ながらね試合見てると楽しいと思います。あ、でも勉強になりましたね、うん、ここを見て見てると本当面白いんでね、見方がちょっと変わるかもしれないです、はい、ぜひね皆さん確認しながら見てください。はい。